タウン町田 TV をご覧の皆様、こんばんは。オーバーオールの歌うたい早野里です。今日は火曜日ということで、町田ねチューズデーナイトフィーバー開催いたしました。今日はですね、私とってもとっても大きな失敗をいたしまして、あのギターに、知ってる人は知ってると思うんですけど、ギターってあのこうね挟んでキーを変えるカポっていう道具があって、結構 ギターの弾き語りの人はそのカポというものをよく使うんですけれども、私はですね今日あの弦を切ったりしないようにということで弦を張り替えてからここに来たんですけど、その時にねカポを外したまま、あのいつもはこの上のところにちょいっと挟んでいるんですけど、それを外したまま家に忘れてきてしまいまして、でカポをなしで1時間くらい歌ったんですけど、ね、だからいつもそんなメインで歌わないような曲を中心に歌ってたんですけど、そんな中でもたくさんの方が聴いてくださりとってもとっても嬉しかったです。ありがとうございます。今日はこの告知をしたいと思います。7月26日今週の土曜日になっております。町田ミュージックパークというね、町田、これをご覧の皆さんは結構知ってる方もいるかもしれませんが、あのミーナの横の、 あの広場のところでですね、こうミュージシャンがこう集まって開催されているイベント、町田ミュージックパークというのに私も土曜日出演します。15時15分から私は出演なので、もしねお昼ご飯食べ終わってなんか暇だなって人とか、もちろん聞きたいなって方もそうなんですけど、もしねよかったら来てもらったらとってもとっても嬉しいです。であとねもう一個近い告知があるのでさせていただきたいと思います。7月30日水曜日、渋谷テイクオフセブンというところで早野リーズでライブがあります。早野リーズというのはですね、あの私が組んでいるバンドになっております。こちらの方、バンドではねまた弾き語りの時とは違ったサウンドで、とてもとっても聞き応えがあるし、なんかねとてもあのかっこいいと思います。私もそうね、一人でやってる時もとても楽しいんだけど、バンドでやってるとねこうなんて言うんだろう、気分が盛り上がったところでギターソロが入ったりだとか、ドラムがガンと入ったりだとか、ベースがね派手にこうねメロディーを奏でてたりだとか、そういうなんか一人じゃない楽しさだったり、皆さんにもきっとそれは聞いてて伝わると思いますので、もしよかったら7月30日水曜日、渋谷テイクオフセブン、私たちの出番は19時20分よりです。ご予約はですね、ツイッターだったりフェイスブックなどの SNS や、あとはなんだろう、私と会う機会があれば直接言っていただいても大丈夫だし、まあ、いろんな面でこう受け付けてますので、ホームページからもできますので、よかったらよろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。早野里でした。バイバイ。